本性を傷に塗り込んでる。怪我をしたら君はまず何をする？傷口を消毒して絆創膏を貼るよね。この度野生のチンパンジーが自分や群れの仲間の体にできた傷に捕まえた昆虫を薬のように塗りつける習性があることが分かったんだ。わお、一体なぜ？ドイツの研究チームは西アフリカのガボンにあるロアンゴ国立公園で群れを観察していた際に傷に昆虫を塗りつける行動が観察された。チンパンジーは昆虫を捕まえる。一旦唇に挟んで固定し、指先や唇を使って傷口に塗りつける。その後傷口から昆虫を取り除いた。昆虫の種類は特定されていないが、昆虫の中には細菌を殺す抗生物質のような成分を体内に持つものがいることから薬のように活用したんじゃないかな。もともと病気にかかったチンパンジーが薬用植物の葉っぱや種を食べることは調べていたことだ。社会性を持つ生き物だからこそ相手の体調を気遣う行動が生まれたのかもしれないな。動物園でヒーローになれるだったんだったらまだいい。